電気経連療法は、頭部に通電することで、人為的に経連発作を誘発する治療法である。エクト、電撃療法、電気ショック療法とも言う。エクトには大きく分けて、獅子や体幹の筋に経連を実際に起こすものと、筋弛管剤を用いて、筋の経連を起こさせないものに分類され、用いる電流も、サイン波型とパルス波型に分類できる。 1938年、イタリア・ローマのウーゴ・チェルレッティ・トルシオビニによって、創始された、元は、精神分裂病に対するショック療法として、考案されたものである。日本では1939年に、九州大学の安高地五郎とムカサ・ヒロツグによって、創始された。その後、他の疾患にも広く応用されて、急速に普及し、精神科療域における、特殊療法中、 最も一般化した治療法である。作用機序は不明である。多くの場合、エックとはインフォームドコンセントを得た上で、大鬱病、躁病、緊張病の治療手段として用いられている。日本では、鬱病、双極性障害、統合失調症などの精神障害の治療に用いられている。1961年当時の厚生省、保健局通知。 精神科の治療指針によると適応症として、精神分裂病、相鬱病、心因反応、反応性精神病、神経症、神経衰弱、麻薬中毒、覚醒剤中毒、手性中毒性、精神病等が挙げられていた。アメリカ精神医学会のエクトガイドラインでは、精神病、相専門、緊張病の伴う深刻な抑鬱について、 早期の ECT を実施する明確な合意があるとしている。APA の2009年ガイドラインでは、予防段階での ECT 使用を指示している。2003年の英国国立医療技術評価機構の ECT ガイドラインでは、重症のうつ病、継続する重症の総エピソード、緊張病のみに用いられるべきだとしている。2009年のイギリスでのガイドラインでは、成人の抑つに対して、 急性期の深刻な抑うつであり、生命危機に迫った救急状況、もしくはその他の治療手法が失敗した場合に検討するとしている。標準的なうつ病に対しては、繰り返しエクトを行ってはならないが、だが、複数の薬物治療と心理療法に効果を示さない場合は検討できるとしている。ナイスは、再発性うつ病の予防のため長期のエクトを行ってはならない。 統合失調症の一般的管理にエクトを用いてはならないと勧告しており、ナイスの成人の抑うつ治療ガイドラインでも同じ立場である。2001年より、アパは永続的な逆行性健忘症に関して説明を含んだ同意書を強く推奨している。混乱はよくあり、問題を生じさせず、順行性健忘症は数週間から数ヶ月続くことがある。 自伝的な記憶に関する永続的な逆光性健忘は、一、三の人々に生じうる、頻繁かつ重篤な副作用の一つである。以下のような副作用が起こることがある。心血関係の障害、筋は痙攣しなくても、通電直後数秒間に迷走神経を介した、副交換神経系の興奮が生じ、除脈や心拍停止、血圧の低下を生じることがある。また、 カテコールアミン放出を伴う、交換神経系の興奮が弱気され、貧脈や血圧上昇、不正脈などが起こることもある。認知障害、通電直後に生じ、検討式障害、全校性健忘や逆校性健忘が見られることがある。老人に頻度が高い。多くは時間とともに回復する。質検討式、全校性健忘は、比較的短時間に回復し、 逆行性健忘は、回復が患者である。また、そのまま認知機能の低下が遷延するという例も、少数だが報告されている。なお、オウム心理教の修行の一つである、ニューナルコは、この副作用を応用したもの。装典、字に、多項的、脱抑制、液刺激性を伴う、双極性障害患者において特に装填する頻度が、高い。頭痛。 45%程度の患者が自覚するとされている。白動を伴う前頭部痛を示すことが多い。電極配置や刺激強度などとは関連しない。ナイスは妊娠女性、高齢者、若年者については合併症リスクがより高いため注意深くエクトを実施すべきだとしている。死亡、または重度障害の危険は5万回に1回程度であり。 出産に伴う危険よりも、はるかに低いと報告されている。アメリカ精神医学会、タスクフォースレポートによれば、絶対的な医学的近忌といったものも存在しない。ドイツのゲルト・フーバーによると、気質性の脳障害と重症の一般的な身体疾患を近忌としている。水野明男によれば、絶対的近忌として、頭蓋内圧更新症を挙げている。 エクトは1930年代から実施されているが、その作用基準について広く受け入れられている理論は現時点では存在していない。ドクシーメンス社が製造したエクト装置2001年には年間およそ1000万人がエクトを受けたと推測されている。事前に処方薬の調整を行う。リチウムは脳内濃度が上昇する可能性があるので中止、高転換薬は 痙攣を生じにくくするので中止。ベンゾジアゼピン系薬物も痙攣を生じにくくさせるので減量。抗うつ薬は十中不正脈を起こす危険性を高める可能性があるので中止。なお、抗精神病薬は原則として中止する必要はない。患者が短時間麻酔剤の注射により入眠すると筋肝剤が注射され約30秒から1分後に9 0 0ンペア パルス幅0.25から1.5マセックのパルス波電流を1から8秒間こめかみ、または全額部などに通電する。通電条件は従来までは投与電気量を指定する以外は装置の内蔵プログラムに従っていたが、最近では患者個々の生物物理学的な特性に合わせて設定を変更する試みもなされるようになった。なお、一般に、 エックトを繰り返し行うと経攣波は生じにくくなり、投与電気量を多くしなければならないと考えられている。少数の患者は6セッション以下でも治療に反応するが、大部分の患者は6から12セッションの範囲である。大抵は週に2セッション実施される。各セッションの終了後には、毎回必ず再アセスメントを実施すべきである。副作用が発生した場合、または、 患者が治療離脱を申し出た場合には、直ちに治療を中止すべきである。イギリスにおいて、エクトの6セッションに要する費用は2475スターリングポンドである。世界保健機関の2005年の勧告では、エクトは患者本人もしくは家族、もしくは保護責任者からインフォームドコンセントを経た場合のみに限って使用すべきとしている。自体を進めない、または 廃止を訴える、精神科医もいる。時間の流れに沿った治療プロセスを省略し、または薬物療法で行き詰まり、その内容の是非を医療者として検証しないうちに、安易にこの療法を選択する、可能性があり得る。それが医療現場の後輩につながり、結果として治療を受ける者を苦しめるからとの理由で進めていない、場合がある。薬物療法との比較する形で、 この両方を治療手段として行わない理由が以下2006年に紹介されている。体験の連続性を破壊する。服薬はそれ自体が体験であり、しばしば好ましい体験であり、関与的に観察できる電撃は当人の体験とはなり得ない。薬物は納得づくで服用し、治療者が微調整でき、患者が異議を申し立て、両者間に相互のフィードバックができる。 患者と治療者も進歩し得る。電撃は質無率に従い、かつ患者からのフィードバックは通常ない。薬物は本人及び家族に治療への参加感を与える。電撃は彼らを蚊帳の外に置く。電撃は精神科医の人格に影響を与える。無感覚になるか、神経衰弱になるかは別として、看護師についても同様。創始者であるウーゴ・ゼルレッティも、 廃止を訴えた。こうした見解は一般化できるものではないが、エクとは、頻回の全身麻酔を伴うリスクもあり、費用も高い。混迷状態や眼末期の抑うつ状態で、傾向服用できない場合など、重症例や緊急性の高い症例に適応を限定している医師は多い。薬物療法に対して、電気経連療法の利点として比較的速攻性で、 あることによる社会復帰のしやすさや薬による依存性、中毒性がないこと、エクトで高いとされていたリスクや費用も長期の薬物治療と比較して低いことなどが明らかになり、また無経連電気経連療法の開発、パルス波通電装置の開発などの電気、経連療法自体の改良が行われたことにより、現在では再び治療において、 重要な地位を占めるようになっている。無形連電気経連療法、編集電気経連療法は、脳内で転換発作の電気活動を起こすことによって効果を得るのが本質である。それに伴って起こる全身の筋の経連は、患者の状態によっては血圧を上昇させるなどの循環状態への影響、骨折の危険を伴うことがある。そのため、循環器に疾患のある患者や、 高齢その他の理由で骨折する恐れがある患者には筋主管剤で筋を主管させて麻酔科医が人工呼吸等を含めた呼吸管理循環動態の観察を行いながら頭部に通電する無系連電気痙攣療法が行われることもある無系連電気痙攣療法は修正型電気痙攣療法またエムエクトとも呼ばれるただし精神科だけの単価の病院では 麻酔会の確保が不可能に近いので、現在のところ実施が困難である。だが、例えば、東京都の成人病院は麻酔会からトレーニングを受けた精神会が麻酔を施行することでこの問題を解消することを提案している。一方、大学病院など総合病院では、各診療会がいてすぐに緊急時の対処が可能な条件下で、 手術に準じて手術室もしくは専用の処置室で行われている。薬剤や人員が必要になるため通常の電気、軽電療法よりもコストが高くなる欠点がある。サイン派からパルス派電流へ、編集以前より日本においてはサイン派による通電が行われていたが、これは日本国外で用いられていた。 パルス波の電流に比べて、認知障害などの副作用が大きいことが知られている。そのため、2002年に、パルス波型の通電装置、サイマトロンが日本でも認可された。パルス波の方が必要なエネルギーが少なくて済むため、認知障害などの副作用が少なく安全性も高い。なお、現在、サイン波刺激装置は日本では生産中止となっている。 その後もメーカーによるサポートは継続していたが、近々打ち切りになることが確定している。これまで副作用の点ではパルス波に軍配が上がるが、経連誘発性の点ではサイン波の方が勝っているとされてきた。ガイドラインでもパルス波で経連誘発に失敗した時、サイン波を使うというアルゴリズムになっていた。現状で行くとこのアルゴリズム自体が破綻することになるが、 これを回避する方法論が日本の精神科医によって提案されている。詳細は精神保健の歴史を参照19世紀後半に登場したドイツ大学精神医学は当時の精神疾患の進行性麻痺など梅毒感染症で占められていた事情があった。1913年に野口秀世によって進行性麻痺患者から梅毒の病原菌。 スピロヘータ・パリーダの分離に成功し、進行麻痺は脳の梅毒であることを確定させた。それをもとに1917年から1919 19年、バーグナー・ヤウレッグによる進行麻痺患者に対し、マラリア発熱療法を創始した。ここから精神科の本格的なショック療法が始まる。1933年、ポーランドのマンフレート・ザーケルが低血糖ショックを、 起こさせて治療。ただし、死亡例が多かった。インスリン歴史、インスリン、ショック療法を参照。1937年には、ハンガリーのラディスラス・ジェメ・ドゥナが薬物を用いて、人工的に痙攣発作を作ることで、統合失調症患者の治療に成功した。当時、転換患者は、統合失調症を合併しないと信じられており、これは、転換発作には、 精神病を予防、治療する効果があるのではないかという着想のもとに行われた。この結果を受けて1938年、イタリアのウーゴ・ツェルレッティとルシオビには、電気を用いて、痙攣を起こすことに成功した。それまでの痙攣誘発剤より、治療効果が高かった一方、記憶障害や朦朧状態を引き起こすとして、最初から賛否両論がある。開発者は、 電気で痙攣を起こすことに興味を抱いていたが、人に使うには安全性を心配していたという。痙攣を起こすほど人間に電気を流すことは危険なものと考えていた。実際、実験に使った動物がしばしば死亡していた。理由は電極を口と肛門に置いていたからであった。電極の設置場所を頭の両側にしたところ、実験動物は死ななくなった。その後、 食肉工場へ行き豚が屠殺される前に同様に、すると意識を失うことを観察し、犬で実験を繰り返し、うつ病や統合失調症の患者に適用するために改良してゆく。最初の人間の実験台は、ローマ液をうろついていた統合失調症の患者であった。この方法を11回言った後、エンジニアとして職場に復帰した。その後、この療法は、世界各地で行われ、 1952年にフェノチア人が開発、効果が発見されるまで精神疾患治療法の花形であった。しかし、その後様々な抗精神病薬や抗うつ薬、気分は安定薬などの開発により使用される頻度は次第に減少していくこととなった。また、一部の精神科病院では指示に従わない患者に対して懲罰として、 電気経連療法を行っていたことが明らかになり、人権蹂躙の社会問題として大きく取り上げられ、その傾向に拍車をかけることとなった。ソビエト社会主義共和国連邦においては、共産主義に反対する者は、精神に異常をきたしているために、それが理解できないのであり、統合失調症であるとしてソ連国家、保安委員会により、精神科病院に強制入院させ、 治療と称して、電気経連療法を懲罰で実行していた。実質的に、ソビエト共産党に反対する者への弾圧、恐怖政治の手段として利用されていた。このためもあって、電気ショック療法に対して、強い嫌悪感や反感を抱く者は、少なくない。電気経連療法の安全性や、速攻性が見直されたことや、電気経連療法自体の改良が行われたことにより、 再び精神科の治療において重要な地位を占めるようになっている。臨床ガイドラインその他、ありがとうございます。